さんこんにちは、大堀123でございます。さあ今回はですね、アコギの勧めということで始めてまいりたいというふうに思いますけれども、しかも11月3日は確か文化の日で祝日ということでね、なんせ文化の日ですから、カルチャーの日ですからね、やっぱりカルチャーといったらやっぱ音楽やろうと、音楽といえばアコギじゃないかと、歌じゃないかと思うわけです。この文化の日にふさわしいかどうかっつったら分かんないんだけど、まあ、ちょっとやってみようかなと思うわけ。前回の動画 C のコード一発だけでもここまでできちゃうんだよみたいなお話をねしたと思うんだけど、またその動画を見返してくれたらなと思うんだけど、それがかなりまたこれね好評だったのね、本当にありがとうございます。でまあ好評だったんで、非常に身近なコード一つとっても弾けるんだ、やれるんだ、できるんだというふうなお話をね今回もしていこうかなというふうに思うんだよね。まあ、今回取り上げるコードフォームっていうのは何かということなんですけど、これでござるよ。 G のコード、 G のコード一発で、そしてまたできるんだよっていうのアプローチということで、早速ですねそれぞれの箇所を見ていこうねということです。よいしょ。さてさて来ましたということでね、左手の動き、まずはねどんな動きなのかっていうのを一通り見ていきたいと思います。はい、あっという間に終わるんだけどね、 G のコードフォームですね。今見てもご覧の通りですけど、カボタストを3フレットに今回は取り付けていますから、キーとしては B フラットっていうことになります。僕なぜか3カップ好きなのなんか3カップってついなんか、まあ、2カップもやるんだけど3カップ結構好きなんでね、G のコード一発しか出てこない、ね、何度も言いますけどしつこく言いますよ。一発目からかまします。何か5弦の2フレットにね中指を置いてますけども、それをですね4弦の2フレットに持ってきてハンマーリングオン、これです。そしてこのハンマーリングオンをした4弦の2フレットの中指をですねプリングオフ、こんな感じね、みたいなね、4弦の2フレットをプリングオフした中指っていうのはこのように離れているわけだけど、5弦の2フレットに持ってきてハンマーリング音、こんな感じです。これでも元の G のコードフォームに戻るって感じなんだけどね、ハンマーリング音して押さえているこの5弦の2フレットをまたプリングオフする、こんな感じね。それでプリングオフをした中指5弦の2フレットに戻すわけですね。こうやって押さえておく、押さえた直後にですねもうすでにこの G のベース音のポジションである6弦の3フレットを弾くわけですね。はい、G で押さえている3本の指すべて離します。6弦の開放を弾くわけ、今度は人差し指で6弦の1フレット、次は中指で6弦の2フレットを弾く、こんな感じね。また G のコードフォームを作るわけですね。そして6弦の3フレットを弾くわけで、6弦の3フレットを弾いて G のコードに戻った。 G のコードフォームからこういうコードフォームを作るわけ。5弦の2フレットに置いてあった中指を4弦で持ってくる、フリーになっている人差し指をですね2弦の1フレットに持ってきて5弦はミュートすると、5弦以外を弾く。まあこれオンコードっていう見方の方が多いみたいだね。うん、だからまあなんだろう、 C on G みたいなことになるのかな。うん、もちろん6弦からこのように引き下ろして元の G のコードフォームに戻して、6弦から引き下ろしてジャーンと締めということですね。じゃあそれを踏まえた上で、まずはね1回はゆっくりやってみるから、ちょっとみんな見ててね。はい、行きましょう。よく見ててね。もう1回おまけでやっちゃおう。感じよ、どうよみんな、ね、G コードをベースにいろんな展開ができるよっていうこと、やっぱりコード一つだけでもここまでできるっていうことがねまたお分かりいただけるんじゃないかということで、今度はいつものスピードでやりたいと思いますんで、見るだけじゃなくて耳も傾けてねやってもらいたいなと思います。ちょっと早めに行くよ、だからちょっとついてきてね。次は右手に行こうということなんだけども、まず一通りねやっていこうかな。
ントリーだったりフォークっぽいようなリズムですかね。基本のリズムっていうのはいわゆるこうカンドレマンドリーみたいになりそうですけどね、カンドレマンドリーサンドレマンドリーみたいな、これをベースにしたような弾き方と思ってもいいんじゃないかな。今左手でも紹介したハンマーリングとかプリングオフ、あるいはベースの移り変わりっていうものが出てくる弦を強調しながら弾くっていうのは当然なんだけど、このコード感っていうのを出していった方がいいんで、弾いているポジションの隣の弦とかに、まあ、多少その触れてもいい、いい意味でラフな感じでやるといいと思うんだけど、どこを強調して弾くのかっていうことをちょっと具体的にね皆さんに言っていこうかと思うんだけど、左手は4弦の2フレットをハンマーリングオンするところからスタートなんで、まず4弦を強めに弾く、その際、まあ、3弦、まあ、何しろ2弦ぐらいまでは弾いてもいいかな。この4弦を弾いた後はそう、ねまあ、2弦3弦ぐらいを軽くダウンアップでやるといいかな。4弦の2フレットをプリングオフするので、また4弦を強めに弾く、4弦を強めに弾いた後はまたそう、ね、3弦2弦ぐらいまでをダウンアップ、この細かくね、細かく、この細かくよ。5弦の2フレットをハンマーリングをするので、5弦を強めに弾く、5弦を中心に弾くと。でその際4弦3弦ぐらいまではかぶっても大丈夫です。こんな感じ、4弦3弦ぐらいまでかな。そのあたりをこう軽くダウンアップですね。こんな感じ、こんな感じ、指先でちょっと細かくね。今度は5弦の2フレットをプリングオフするので、また5弦を中心に、5弦を強めに弾く、まあ、これもまた4弦3弦ぐらいまで弾いても構わないと思います。4弦3弦あたりをまたダウンアップかな。 G のベース音にあたる6弦3フレットを弾くということで、6弦を強めに弾く。この際も5弦ぐらいまでだったら弾いてもいいかな。こんな感じ、4弦までかぶってもいいかな、その次はですね、ベース音の移り変わりに行きますけど、6弦4連チャです。つまり6弦の開放1フレット2フレット3フレットっていうのが出てくるんで、こんな感じで、この時はあんまり他の弦と被らない方がいいかも。6弦をできるだけ弾くように、こんな感じオンコードが出てくるんで、 C on G みたいな感じで出てくるんだけど、6弦から思いっきり引き下ろす、ダウンで、こんな感じ、 G のコードで締めということで、6弦から思いっきりジャーンと引き下ろすんだよって感じですね。ここが気持ちがいいんだよでしょ、ジャーンジャーン、この感じよ、締め様を締めるかのごとく、おりゃーって感じでね。ここはね、思いっきりおりゃーって言ってください。口に出さなくていいけどね、心の中でよっしゃ来たみたいな感じでやればいいんだよ、しゃーみたいな、はい。全体として言えることは何度も言うけど、やっぱりコード感を忘れないこと、強めに弾くポジションの弦だけじゃなくて、他の弦に多少触れることによってこうコードっぽいというかな、コード感みたいなのが出るから、やっぱ今回も手首の振りが非常にしっかりしなきゃいけない、ピッキングの要だから、これをしっかりすればできると思うよ。一回ゆっくりやってみるんで、ちょっとねそのね動き追ってくださいよ。いきますよ、いろんな角度で見ていこう。ちょっと最初これね、結構最初がね結構勇気いるのよ。工房にも筆の誤りってわけにはいけませんけど、言いましょう。さあどうざんしょう。ねえ、そこの奥さんにも言うけどね、前回は C だったけど今回は G よ。状況、このコードそのものが変わったとしてもですよ、このコード一発だけで、まあここまでねできるっていうことがどれだけ皆さん大きいかっていうことが分かるかなと。ハンマーリングオンとかプリングオフ、これはかなり、まあどちらかというと基本的な弾き方なんです。このベース音の移り変わりもそうなんだけども、そんなにね難しいことではないんです。組み合わせていくとなんか複雑っぽく聞こえたりね、まあ、うまく聞こえるっていうのが正しいのかな。一つの要素がなんか10個でも20個でも弾けるかのような、そういうところがあるんです。ただやっぱりこういう風にっていう風に弾くっていうのも、確かにこうドライブ感があったりスピード感があって面白いなと思うけど、やっぱそれだけじゃつまんないじゃない。やっぱりそこにこうなんていうの入れると面白いでしょ。面白いんですよ。練習にもなるし、で結構一回ずつではまるわけ。スルメみたいに止まんないみたいな感じなわけ。で、やみつきになると楽しくなるでしょ。楽しくなるからこそまた次やってみようかなっていう風な、いろんなこうステップになってきますから。ね、絶対これぜひやってみてね。うん。右手左手が見えた状態であらゆる方向で最後のまとめということで見ていこう。
テーマだから反復してできるわけよ。反復してできるってことはどういうことかと、これまた繰り返し練習する。で繰り返し練習することによって少しずつかもしれないけどこう腕が上がっていくという要素にもなっていくわけですよ。反復してまたやってるともっと上手くなりたい、なりたいっていう気持ちがわーっと出てくる。それがまた楽しみにもなってくる。そういうことのアプローチも含めて今回の動画があるわけですから、ということでですね、皆さん楽しんでいただけたかなということで、また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀一任さんでした。それではさようなら。大堀一任さんからのですねお願いでございます。私改めまして大堀一任さんです。音楽は弾き語りというものをテーマにですね、このようにアコースギターを持ってですねレクチャーだったり弾き語りだったりこういうテーマにまつわることをやってます。もし私の動画をご覧になって、そして私の活動をご覧になってですね、いいなと思ってくださった方がいらっしゃるのであれば、ぜひともですねチャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録をするところはですね、こちらとこちらにあると思いますので、ぜひよろしくお願いしますよ。目の前